Z6 ファームアップ検証テスト。ニコン Z6 用のファームウェアが 3.40 にアップデートされました。オートエリア AF の瞳検出の性能が向上したということなので、どのくらい向上したのか調べてみます。ターゲットは AI が人工的に作り出した無料素材の画像です。テストに使うのはキットレンズ Z24-70mm F4S です。それでは検証を始めましょう。はじめのファームウェアのバージョンは 3.31 です。バージョン 3.31 でオートエリア AF の瞳を検出してみます。元画像の 75% の大きさの顔は完璧に瞳を検出し追従しています。50% の大きさにします。やはり瞳の検出と追従に問題はありません。 25% の大きさにします。はじめは瞳を捉えていますが、一旦外すと顔認識しかできなくなりました。ニコンのホームページからファームウェアをダウンロードします。バージョン 3.31 からバージョン 3.40 への変更内容は、オートエリア AF の瞳検出の向上です。最新のファームをダウンロードします。 XQD カードにバイナリーファイルをコピーしてカメラに戻します。ファームウェアのバージョンアップを行います。ファームウェアのバージョンは 3.40 になりました。元画像の 50% の大きさの顔は完璧に瞳を検出し追従しています。25% の大きさにします。瞳の検出と追従に問題はありません。一旦顔認識になっても再び瞳を検出し追従することができました。バージョン 3.40 のオートエリア AF は瞳検出性能が向上していることが分かりました。